会は、フォルクスワーゲンのアルテオンに乗りました。昨年、東京モーターショーに行った際、私は初めて現物を見たのですが、あまりの美しさに息を呑んでしまい、いつかは必ず乗ってみたいと思っていたため、今回はとても楽しみにしてきました。まずはデザインを見ていきましょう。アルテオンが登場する前、フォルクスワーゲンブランドのフラッグシップは、パサートが担っていました。そして、フォルクスワーゲンの車といえば、シンプルで質感が高く、飾ったところのない実直さが、デザイン上での売りだったと思います。実際には、新型のポロは、プレスラインが増えていたり、かつてのシンプルさを失いつつある気もするのですが、アルテオンが登場した時は、他の、どのワーゲンとも似つかない、妖艶とも言える雰囲気があり、かなりびっくりしてしまいました。フロントグリルは水平基調で、これはワーゲンの特徴でもありますが、グリルはかなり大きく感じます。口の大きな女性は、セクシーだと言われることがありますが、まさにこのデザインは、全体的なセクシーさを演出するためのものだと感じます。それでいて、平べったいシルエットや、なだらかに落ちていくルーフライン、そして何より、まるでコンセプトカーのような、20インチタイヤの、どっしりした雰囲気によって、ほんのちょっとだけ下品だけど、やりすぎてはいないという、ギリギリのラインを攻めた、勇気のいるデザインだと思います。褒めたいところは、もっといろいろあるのですが、やはり全体の雰囲気に統一感があるというのが、ワーゲンの良いところです。ただ、ちょっと残念だったのが、パネルの合わせ込みの精度が、どうもあまり高くなさそうだというところです。この個体の場合、給油口の隙間は不統一ですし、左後ろのドアは浮いています。一番嫌だったのは、ボンネットと A ピラーが交わるあたりに、鋭利な出っ張りがあるということでした。カタログの写真で見ても、この部分だけなんだか不自然なため、個体差ではなく、設計の話だと思います。今や、500万円台の車など、しっかりコストカットの対象となるため、目くじらを立てるべきではないかもしれません。今回乗車した車には、イタリアのタイヤメーカーで、現在は中国資本の、ピレリ、P0 が装着されていました。ホイールは、この上位モデル、R ラインアドバンスであれば20インチ、普通の R ラインであれば19インチになります。内装を見ていきます。エクステリアが、今までのフォルクスワーゲンらしからぬ、セクシーさを持っていたにもかかわらず、インテリアはかなりあっさりとしています。相変わらず質感は高く、とても真面目に作り込まれているなとは思いますが、見た目はパサートとほとんど同じです。アクセルペダルは吊り下げ式で、カムリやアテンザがオルガン式だということを考えると、パサート以上は、もうオルガン式にしてほしいなと思うところです。シートは大きく、ホールド感があるのですが、太ももに当たる部分のワイヤーが硬く、乗り降りの際に、太ももが痛く感じることもあります。パワーウィンドウのスイッチが、かなり変なところにあるほか、外国車ですので当然、ウィンカーと、ワイパーの位置も逆です。国産車に慣れている人は、こういった、操作系から慣れていく必要があるかもしれません。アナログ式の時計もパサートと同じ、セレクトレバーも、センターコンソールも、パサートの上位グレードと同じです。別に、今時、他の車と同じ部品を使うことなんて、よくあることではありますが、アルテオンは性格上、もっと、遊び心のある内装でも、良かったのではないかと感じてしまいます。スマートキーや、車検証のケースなどは、とてもかっこよい仕上がりになっており、こういったところに気を使える点は、国産メーカーにも、徐々に見習っていってほしい点です。後ろの席に乗ってみます。全長 4865mm の、横置きエンジン車ですから、当然ながらかなり広い空間があります。シートの質感も良く、触り心地が素晴らしいです。身長 176cm の私が、適切なドライビングポジションを取った状態では、足元にはものすごい余裕があります。クーペスタイルのためか、若干の圧迫感はあるかもしれません。また、段差は大きく、特にお年寄りなどは、乗り降りがしづらいかもしれません。ここら辺の作り方は、国産車の方がうまいですね。
ラゲッジスペースは、VDA 計測方式において、後部座席使用時で、563リットル、後部座席収納時で、1557リットルが確保されています。スポーツバッグと言ったら良いのでしょうか。一見スリーボックスですが、ラゲッジとキャビンは繋がっています。後部座席の真ん中の部分は、トンネルのようになっており、スキーなどを積載し、かつ4名で乗ることも容易にできます。また、座席を倒すのは容易で、倒した後もフラットになり、ほとんどステーションワゴンや、SUV と同等の使い勝手と言って、良いかもしれません。完全に液晶化されています。ハンドルにあるボタンによって、必要に応じて、メーターを大きくしたり、地図を大きくしたり、他にも様々な情報を表示することができます。将来的には、ほとんどの車が、こういう感じになるのだろうなと思います。エンジンは、直列4気筒の DOHC-2000cc のインタークーラーターボ付きで、最高出力280馬力、最大トルク 35.7kg です。組み合わされるトランスミッションは、7速のデュアルクラッチです。パサートの2リッターは、220馬力で、6速のデュアルクラッチですので、運動性能は、パサートよりも良さそうです。後編では、フォルクスワーゲン、アルテオンの、走り屋乗り心地について、検証していきます。